はい、ではやっていきましょう。多分この戦いが終わったら、負けても勝っても多分レベルは上がると思うんですよね。もうちょいだったし。ということで使うキャラクターは、バッテリーというキャラクターで、キネティックアーマーで、使う武器はスナイパーライフル、そう、セミオートのスナイパーライフルと3点バーストハンドガン。よっしゃ行こう。戦場だ。周りは全て敵と思え。行くと思ったか。行かないぜ。一応こっちだ。来ない感じかな。オッケー、ヘッドショット。もう一人いたか。いないか。やっぱりマシンガンとハンドガンで打ち負けるな。来そうで怖い。来ないっぽいな。こっちの方で味方か敵か。今のはむむむ、これは切実に武器を変更したい気分だ。このステージでスナイパーライフルは無理があるか。なんて答え。切実に武器変えていいですか。あー、そうだな。あと1回、あと1回。あと1回死んだら。発見。あと1回死んだらちょっと武器変えます。クダとサブマシンガンに、いや違う、クダとハンドガンに武器変えます。ちょっとあまりにも役立たずすぎる。これはあのちょっとチームの人に失礼だから、ちょっと変えます。変えました。あ、味方かい。オッケー、お先にどうぞ。通知する、敵ヘルストーム接近。敵のヘルストーム怖いです。よし、裏取りっぽい感じになるけど。ターゲットダウン。通知、敵 UAV 接近。敵 UAV バカン。敵のケアパッケージ空域に侵入。ディフェンシブシステムオンライン。こっちはあんまり嫌じゃん。こっちはあんまり好きじゃないです。タロン、タロンはあかんやつ。敵のレイス接近。あ、間違ってキネティックアーマー使っちゃったよ。頭打たれたな。頭じゃねえ、タロンだった。タロン撃ち落とさないかな。撃ち落とせるかな、タロン。ちょっとタロンめんどくさいな。クソ、タロン、タロン。仕留めた。タロン強いぞ。ここ来るな。あら、あれ、あ、タロン、チクショタロン。敵の UAV も出とる。
こいつはきつい。タロンはめんどくさい。だからやばい人いるもん。オッケー、アシスト、いいアシストでもいい、倒せたことを喜ぼう。タロウどっか行った？片付けた。タロウによってものすごい戦死者が出た。オッケー。どこだどこだどこだ。グラビティー。友軍 UAV 接近。敵いっぱいいるな。テルミットが来るぞ。オッケー。こっちもリロードさせてください。ブラックオプス、しっかりしろ。燃えたか今一瞬。火炎放射器持ってるやついるのか。火炎放射器ってほんと燃えたら終わりだからな。うん、こういう雪のステージでなんかできないかな。オッケー。ルイン KIA。 オッケー。敵がどっちにいるかわからんが、多分こっちにいる。キル確定。オッケー。通知する。敵負けた。ブラックオプス、どうしよう。報告を行い。負けてレベルが上がるって複雑。今まで何回これを味わってきたことか。スライディングして登場、そして殺す。あー、2発でダメージ受けてたのかな。いや、俺たちはよく戦った。負けたのは運命だ。そう、運命だ。何言ってるんだ僕は。あー、最初にスナイパーライフル使ったのがダメだったな。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バイバイ。